静岡市にある青果店です。白菜は例年の半額、さらに大根は半額以下の特売価格で販売しています。白菜は通常1個280円のところ2個で280円、白ネギは1本98円が4本1束で98円です。一時高い時があったんだけどね、もう今年はもう喜んで買いすぎちゃう。もうとにかく大根とか安いのはいっぱい食べるようにしてます。今朝の静岡市中央卸売市場です。レタスこれだけ積まれてますけど、はい、こんなに多いんですか？そうですね、今年はだいぶ多いですね、まあ、今現在で 160%、まあ、今年は一時ね、台風等で、心配されたわけですけど、10月から11月の、天気がだいぶ良かったもんですからね、今順調に入ってますね。今年12月の平均気温は11度と去年の同じ時期に比べると2度ほど高くなっています。そのため野菜の生育が早く、入荷量は去年よりおよそ1割増えています。ただ価格がね、あまり低迷するとね、我々も厳しいんですけど、まあ、生産者の方もね、だいぶ手取りが少ないということで。県内有数のレタスの産地、吉田町ではレタスが豊作です。寒さをしのぐために毎年欠かせないビニールも今年はつけていません。今年の暖冬の傾向によって大きい玉になって、価格の方も低迷してしまいました。兵庫や香川などライバルの産地も今年は豊作で、出荷額は例年と比べて4割も安くなっています。このままでは肥料代とか農薬代、生産にかかった経費が、払っていくのが非常に厳しいという状況にあります。青果店では安い分売れ行きは伸びてきているものの、利益となると厳しいといいます。売り値が安いんでまあ利益はそこまでは出ないですね。やっぱ、まあ、最近冷え込んできたんで、ようやく鍋にも火がついてきたかなって感じですけどね鍋が恋しくなる寒さはこれから強まりそうです。程よく価格が落ち着き、消費者にとっても生産者にとっても嬉しい冬になるでしょうか。